そう昨日さ、そう、それハセシンさんのさ、ハセシンの生放送が昨日 YouTube で出てきて10時間ぐらいやってた、あの人。別にチャンネル登録とか、チャンネル登録とかしてるわけじゃないんだけど、多分一回あの人の動画に何回か出たことあるから、あのラストの時にそれで見てて、メンションもらってて、で見に行ってたのが原因で、多分ハセシンさんのパッて出てきて、ほんでダイヤ4から、え、じゃダイヤ2からダイヤ4まで下がってたよね。で、それを見て、しかもあの人のあのテンションを見て、素晴らしいなと思って。俺やったら多分ダイヤ4からダイヤ2に下がったらブチ切れてるやん。クソゲーがこれ言うて。死ねー言うてるやん。けどあの人なんか、いやー今日はダメだったな。いやー今日はあかんかったな。今日次はな、絶対盛るから、みんな見に来て。すごいな、あれダイヤ4から、しかもパーティーでやってて下がってたからな、ルーさんとかとやってて、フルパーで下がったらテンション下がるやん。いやもう俺ね、あのメンタルはね尊敬した。正直坂本勇人よりメンタル強いよ、絶対。ハセシンさん、坂本勇人よりすごい。もしハセシンさんがプロ野球選手やったら今日ホームラン打ってるもんね、多分。あと一発、あと一発、あと一発、あと一発。え、うまー俺、うますぎー。いやこれマジで漏れるって、絶対チャンピオンになれるって。ハセシンさん今プライチまで下がったガチ。普通じゃいられへんな、ダイヤ2からプライチまで下がったら。これモニター破壊どころかも多分マジで無言で配信撮ってるもんな、多分。ってことはハセシンさんとマッチングはせえへんのか、あの時以来のラスト以来のレイドした時のレイドした時ずっと一緒におったもん、全然元気なんだ。いや、カットしていくわ。カットしていくわ。